回さ3回の表近鉄の攻撃が始まります。この回先頭はラストバッターの武藤から、どちらが先取点を取るかになりましたね、うん、そうですね、若い永井もいいピッチングをして滑り出し上々です。そしてマッドソンは、一度登板した4月10日の時には1回 3分の1投げて自責点4でいっぱいしているんですが、この時はあの自ら乱れましたね。あ、そうですね、フォアボールでね、はい、1回3分の1で4つのフォアボールを出して、まあ自滅ですよね。そうですね、自滅だったんで、はい、今日とはちょっと違うんですが、バッター武藤ストレートから入りました。ピッチャーの永井、本当上島君のリード良くなりましたよね。そうですか、はい、でフォークを打ちました。右中間です。センターが追いつきそう。柴原ワンアウト。フォークでしたね、はい、まあ、マットソンもそうですけど永井君も、そのバッターにそのスイングさせてませんよね今。そうですね、はい、もう今の武藤君でも当てるのが精一杯という感じの打ち方ですよね、はい、バッターボックスに入って変化球から入ってくるのかなと思わせておいて、ストレートがまず1球ストライクを取って、それからフォーク、はい、やっぱりストライクの取り方もいろいろ変えて、その辺が藤本さん、はい、城島がうまくなったということですか、うん、そうですね、渡辺さん、はい、中山さん、城島選手について王監督もですね、本当に城島は成長したと褒めてますね。昨年までは精一杯という感じだったが、今年からは何かサインを出すことに快感を覚えているんじゃないかというふうに言われてました。藤本さん、はい、相当余裕ができたんですかね。うん、そうですね、あまりキャッチャーのリードの方に行かないでね、この打つ方もね、ちょっと少し考えたらと思いますけどね。ショート井口、軽快なフィルディングです。2アウト。城島ですが、バッティングの方でも快感をね、はい、感じてほしいですね。まあそのうち上がってきますけどね、城島君の場合はね、はい、そのうちそのうち行ってる間終わってしまったかわかんないですからね。よくキャッチャーの人が言うことなんですがね、はい、自分の思う通りにとにかく試合運びができるようになるともう楽しくてしょうがない、うん、そうですね、すなわち今リポートにあった快感なんでしょうね、うん、キャッチャーとしてのね、もう全部が見えるんですからね、キャッチャーはね、いいです、確かにね、はい、自分で全てがあの試合が展開されていくというようになっていくんでしょうね、はい、はい、ストレートを打って出ました。吉田です。ライト前ヒット。2本目のヒットが生まれました。近鉄。2アウトで1塁です。そうですよね。キャッチャーが指示した通り全部うまくいけばね、ええ、キャッチャーは楽しいと思いますよね。それで勝ったらね、本当に楽しいですね。はい、まあ、負ければ反対に悔しいんですけどね。でしょうね。はい、ですからキャッチャーというポジションは激務、大変厳しい辛いポジションだけれども、はい、やり始めるとこんなに面白いポジションはないと、うん、一番面白いんじゃないですかね、みんなそう言いますもんね、はい、まあでも怪我も一番多いポジションですからね、多いですね、そうですね、丈夫でなければいけませんね。ストレート、これは外れました。3番の中村、ホームラン8本打っています中村。アベレージの方は2割4分2厘。もともとこの中村君というのはね、打率の方は低くてホームランが多いというタイプのバッターですからね。そうですね、高め打ちました。ライトへ。なおバックする。フェンスに当たるか。フェンス当たった。一塁ランナーセカンドから三塁回る。ボールはようやく内野に帰ってきました。ツーベースヒット1対0。
近鉄が先取点を挙げました。高めのボールの球にバットを出しました。もう本当のね、完全なボールですよね。でそこでパワーが負けなかったんですね。うん、思い切りがあるんでしょうね。そうですね、この人はあの渋谷高校で甲子園に出た時からそういうバッターでしたからね。はい、中村の二塁打で1点失いました。マウンド上の永井、セカンドキャンバスは中村です。そしてクラーク、次から次へと長距離バッターが登場します。近鉄伊手前打線。でも今のその中村の球、あれを打たれた永井君もたまったもんじゃないですね。そうですね、はい、今のはミスじゃないですよ。ないですね、はい、あれは城島からすればいわゆる釣り玉ですか。うん、そうですよね。でしょうね。あれを見せて次フォークを投げるっていう感じですよね。ね、その球を打たれたんですからもうどうしようもないですよね。食ってもらえば儲け物という感じのね、釣り玉ですからね。まさかその前には飛ぶと思ってないですよね。でしょうね。悪球打ちっていうんですか。はい、まあ、すごいですよね、中村君もね。2アウトランナーセカンド中村。ところを攻めましたピッチャーの永井。永井今シーズン22イニング目で2点目を失いました。近鉄が1対0と先取点を挙げて3回の攻撃です。あっとファンブル。こいつ2対0になりました。ショート井口のエラーです。今ランナーとかもしまったんですかね。ランナーですかね、ランナー惑わされましたね。これも痛烈な打球じゃないんですよね。そんなにね、はい、ということはあまりにもグラブ近くまでボールが来たのを見すぎたんですかね。うん、ちょっと中途半端なバウンドだったんですけど、少しランナーが気になったんじゃないですかね。やはりね、はい、珍しくショート井口のエラー。中村生還で2対0になりました。ピッチャーの永井にとりましては気の毒でした。5番のローズ、危なかった。すごい打球、スリーアウト。今のフォークでしたよね。そうですね、まあ、外国人にはあまり通用しないですからね。外国人通用しませんか、まあ、怖いですね。そんなに悪いフォークじゃなかったでしょ。だからタイミングが合えば何でも振ってきますから、それが芯に当たるか当たらないかですよね。なるほど、今のはたまたま芯に当たったんでしょうから、だからまあでもいいじゃないですかね。1点はまあしょうがない、もう2点ともしょうがないですからね。長い感じですね。そうですね、1点目の二塁打はもうとにかく、中村君のパワーが勝ったっていうだけですよね。とんでもないボールにね、バットを出してそれが二塁打になりました、はい、そしてその後はショートゴロという打ち取るところだったんですが、ランナーと交錯してしまいまして、ちょっと惑わされた井口、こいつしてしまいまして、記録は井口のエラーで1点。2対0、近鉄が先行しました。それにしましてもすごいパワーがありますこの中村です。本当ですよね、ちょっとこの人はある時期手首を痛めましてね、はい、まあ、スランプ状態といいましょうかね、そういうバッティングが続いたんですが、このところは元気ですね。うん、そうですね、はい、だから本当の思い切りのバッターですからね。そうですね、もうタイミングがあったらどんな悪球でも行くっていうタイプのバッターですよね。ですからああいう悪球にバットを出して逆に三振というシーンも結構あるんですよね。でもフェンス直撃ですからね。すごいですね。すごいですね。あれ上の方だったでしょ、はい、フェンスも、はい、そのライト反対の方向ですからね、はい、少しずつ暮れてまいりました福岡ドーム。開閉式の屋根を開けての試合は今シーズンが初めてです。